はい、おはようございます。今日が1ね、最後になりましたね。はい、じゃあ今日あと2回ありますけれども、じゃあ今朝の説教はヨハネによる福音書の17章で、多分今日2回お話することになってるんですけど、あ、ごめんなさい、またマスクを取るのを忘れちゃってた。2回話すことになってますけども、まあ、ヨハネ伝は今朝の第一次元目のお話で終わって、でもう一つは全く別のことをお話してみようかなと思ってますね。はい、それではヨハネの17の4を読みたいと思います。じゃあ皆さん読みましょう。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。これイエス様がですね、ご自分の生涯について言われた言葉ですね。イエス様はあなたが私に、行わせるためにお与えになった技、それを今成し遂げました。そして地上であなたの栄光を表しましたというふうに、おっしゃいました。人生にはどんな人にも終わりがあります。で、そうしますとみんなは考えます。どういうふうに自分の人生を終わらせたらいいだろうかと考えますよね。で、イエス様はどんなふうに終わらせようとなさっていたかというと、私は成し遂げて、そうしてあなたの栄光を表して、そして自分の人生を終わろうとなさっていたわけですね。で、言い換えれば、第一に分かるのは、人生っていうのは何かを成し遂げて終われたらいいなと思いますね。うん、いろんな方々が亡くなっていくのを見てきましたけれども、一体自分の人生は何だったんだろう。でも、まあ、あのこともこのことも一応成すことができた、こういうふうに言われる方もあるしですね。ボストロムという宣教師が、脳腫瘍で亡くなりましたね。で、僕たちは、その頃アメリカへ行く旅行が決まっていたので、多分もうボストロムさんはやがて亡くなるだろうと思いましたから、二人でお見舞いに行きました。いろんな方たちがいて、なかなかその宣教師と二人だけになる機会がなかったんですけれど、でもやっと僕と二人だけの時間がちょっと与えられた時に、僕はその宣教師にお礼を言いました。ボストロムさん、あなたと出会ってね、僕は本当に助けられました。若い頃にあなたの説教が僕の心を癒してくれました。で、それがその後の、ね、自分を伝道者として立たせてくれたと思いますというふうにお礼を言ったんですね。そしてそうしたら、ボストロムさんが、そういえばあの頃あなたは随分信仰上のことで悩んでいたねというふうに言いました。で、そしてボストロムさんは、私ももうすぐ自分の人生が終わるだろうと、みんなはね、癒しの信仰を持ってる人が周りにいっぱいいたので、死なないという前提でみんなが祈ってるんですよ。でも本人はもうすぐ自分の人生は終わるだろうと僕に二人だけの時にはおっしゃいましたね。そして、私はね、いくつかの教会と関係を持って、それぞれの教会が今少しずつ実を結びつつあるから、私も少しは地上で
イエス様のための御用ができただろうかと、こういうふうに言われたんですね。そうですよ、今、ね、宣教師がこの近くでやってらっしゃるいくつかの教会だけでなくて、東北九州の僕の教会も、ね、僕自身をすごく励ましてくださったわけですから、それはボスロンさんの働きの延長ですよというふうに言ったんですね。まあ、こうやって、こういう宣教師も最後に自分が死を迎えようとするときに、自分の人生は意味があったかなと、何かを人々の心に成し遂げていっただろうかということを考えるんだなということをね、思いました。でイエス様もそういうわけで、私は成し遂げて地上のあなたの栄光を表しましたと言いましたね。パウロもですね、自分の人生の終わりを迎えようとしたときにこう言いました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今から義の栄冠が私のために用意されているだけです。で彼の場合も何かしっかりと自分が成し遂げた、少なくとも神が私に与えた道のりを走り通したっていうですね、何かを成し遂げていよいよ最後を迎えようとしている様子が描かれていますよね。だから人生っていうのはやっぱり成し遂げるということが、まあ、最終のゴールなのかなと思ったりしますね。またタラントの例えもありますよね。しもべたちはそれぞれ5タラント2タラント1タラントで与えられましたよね。で5タラントの人は5タラント、ね、さらに、この加えて、そしてイエス様は主人のもとへ行きました。でそうすると主人は、ね、忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実であったからさらに多くのものを、ね、任せよとおっしゃったですね。言い換えればそこでもですね、彼らは与えられたもので何かを成し遂げて、そして主人のもとに帰っていく様子が書かれています。ですから、まあ、人生の終わりに私たちはきっと何かを成し遂げて主にまみえるんだというふうに思いますね。もうすでに成し遂げた人いますか皆さん今からですね、まあそういうふうに成し遂げることがきっとどんな人にもあるはずです。そうでなければこの地上に皆さんを神様がお送りになるということはありません。するとやっぱり立ち止まって、私は一体何を成し遂げるためにこの地上に使わされたんだろうということをですね、立ち止まってお考えになることが大切かなというふうに思いますね。でまあ、僕はよくヒルティという人の本をよく読むんですけれども、まあ、その人はですね、やはり、人がこの人生において成し遂げ、何かをこう成し遂げる、つまり自分の使命というものをしっかりと果たしていくためには、その時代時代にですね、やはり自分の内側に形成しなければならない内面的な力というものがあるものだというふうに言いました。で彼はそれを4つの時代に分けて、幼年時代、青年時代、少年時代、そして老年時代、その時代時代に内面的に何かを培っていなければならない、そうして初めて全体的に何かを成し遂げるという技に従事することができるのではないかというふうに言っているんですね。で、もう私について言えば幼年時代は過ぎた、青年時代も過ぎました、壮年時代ももう終わったかなですね。今僕は老年時代を生きつつあるのかなというふうに思ったりしますね。皆さんは青年時代ですよね。ですからそこにはその時に出なければ、ね、この培うことのできない何かがあるはずですね。一体それは何なのかということなんですけれどもですね、まず子供時代はね、まあ、今お子さんのいる方々は一体子供時代にこの子に何を育てたらいいかということを時々お考えになることが大事かと思いますね。もう今は幼児教育がとても盛んでですね、早くから字を覚えさせたり、あるいは、ね、受験というものが前方にある、
まだ生まれて間もないのにもうこの子が受験戦争に勝つかということを考えながら育てるお母さんもあるかもしれませんね。でも幼年時代にはそんな受験に戦う力を蓄えさせるためではなくて、もっと大切なものが子どもの中には、ね、何と言いましょうか、怒っていなければならない、ですね。それは何かっていうと無邪気さだと言っています。だから子どもの頃はもう本当に無邪気な心ですね。そういう一つの心をたくさん、つまり童心というものを喜びまた形成していくことが大事だというふうに言っていますね。でそれはひょっとしたら童心というのはね、一生涯私たちが心のどこかに持っていなければならないものなんではないかと思います。だからイエス様は言いましたね。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国に入れません。つまり幼子のような心を持つ、それがなければ神の国っていうのは分かりにくいんだっていうふうにおっしゃったんですね。ですからこの小さな子供にまず私たちが育まなければならないものは、これは無邪気さ、童心、幼子そのものの心を私たちが喜んで、そしてそれを子どもたちが十分にですね味わうような環境を与えていかなければならないのかなというふうに思ったりしますね。ですからイエス様も幼年時代がありました。でイエス様の成長も神様は決して急がなかったんですね。幼年時代は幼年、いわゆる幼子のような一つの在り方で子供を育っていかれました。ですからそれはかけがえのない一つの時間だなというふうに思いますね。でそれからですね、青年時代にどうしてもなければならないのは何かというとですね、これは理想主義です。だから青年の時にはね、お金とかどうしたら儲かるかとか、そんなことよりもそういったものは全部打ち忘れて、何か気高いものに対する感動とか、そういうものをですね持つ時期が、それは青年の時しか持てないんですよ。ですから皆さんの時には本当にただひたすら、例えば神様を知りたいとか、まあ、ある程度皆さんその理想主義があったからこの学院に来られたんだと思いますよ。ひとまずいろんなものを置いて、そしてここへ来て神様を求めてみようと、こういうふうに思ったんだと思いますね。でもそういうような一つの何と言いましょうか、このその人を内側から、あるいは後ろからこの動かすような一つの感激というのは、感激する心ですね、何かにとても感動する心、そういうのは青年時代特有のものだというふうに思いますね。でそれを失ったらもう青年でなくなってしまうですね。で国木田独歩の小説にね、まあ、岡本という青年が出てくるんですけれども、彼はね、自分には不思議な願いがあるんだと言うんですね。そして言いました。もしその願いが叶わなければ今から100年生きたって何の意味もないと言うんですよ。でそれほど激しい願いが自分にあるんだというふうに言うので、周りの友達がですね、一体それは何だというふうに言うんですけども、彼がなかなかもったいぶって言わないので、何かそんなにねもったいぶらないで言いなさいよ、早く早くとせき立てるんで、彼はね静かにこう言ったそうですね。僕の願いというのはねと言いました。それはね、びっくりしたいということなんだと言ったんですよ。それでなんだって言ってね、みんなね、がっかりしましたね。バカバカしい、何のこったと周りは言ったんですけども、彼は続けてこう言いました。僕の願いは宇宙の不思議を知りたいという願いではないんです。むしろ不思議なる宇宙に驚きたいという願いなんですって言いました。死の秘密を知りたいという願いではないんです。むしろ死という事実に驚きたいという願いなんです。でも仲間たちはね、笑って相手にしませんでした。それで岡本青年はこう言ったそうです。最後に一言しますがね、僕は人間を2種に区別したい、曰く驚く人、曰く兵器の人って言いました。だからそういう意味でね、本当に世の中には
感動できる人と、どんなものにも無頓着な人といるんですよね。ですから青年時代に非常に大切なのは、美しいものに感動するですね、優れたものに感動して時には自分を忘れる、そういうような時を我らはね持つということは青年時代の特有ですね。それがないと、ね、人生で確かなものを成し遂げることはできないのだとヒルティは言っていますね。で、まあですからね、まあクリスチャンになる人が多いのは青年時代がやっぱり一番多い。で青年時代に初めて新たなるものに感動するんですよ。僕も16歳の時に全く違った価値観に、今まで自分が社会的に聞いていたこと、親たちがねこういう道を歩んだよっていうふうに、このね整えてくれた道とは全く違う道が人生にはあるんだということを教えてくれたのはキリスト教ですね。それは僕に大きな感激を与えました。そしてこの方のために自分の人生を捧げたいなという気持ちがあって、それはなくならなかったですね。それでとうとう僕はシャープという会社を辞めたわけです。何が僕を推したのか、それは感激する心ですですね。でそれで辞めてどうするのか、それでお金持ちになるわけじゃない、事業を成功させるわけではない、でも何かそういう金銭に変えられない何かが自分の心を動かしているというものがありましたね。青年時代にはそういう感激の心が必要なんだなと思いますね。ああいうクラークの下でクリスチャンになった人たちはみんなどこか宣教師たちに感激したんだと思いますね。でクラークの弟子の中でね、最初にクラークの信仰を持った人は黒岩ヨモノシンという人でしたね。である時ですね、野外活動で、この植物の観察にこう行ったんですね。そしたらとても珍しい苔が、ね、木の上にこうあるのを見たわけですね。で取ろうとしたんですけど届かないですね。そうしますとね、クラークは雪の上にね四つん這いになりました。そして一番背の高かった黒岩ヨモノシンにですね、自分の背中に乗って取りなさいとこう言ったんですね。そしたらちょっと戸惑いました。先生の背中の上に乗るっていうのはね、当時の人たちにとっては大変なことですね。ですから彼は靴をね脱ごうとしたら、クラークは何と言ったかって、そのままいいって言ったんですよ。で校長でありながらね、靴のまま乗ることを許したクラークの心の広さに彼はもう感動しましたね。そして思いました、こんな先生の信じている宗教なら間違いはない。こうして彼は一番先にイエスを信じる者の誓約に署名して信仰を告白したと言われていますね。何が動かしたのか、その人の人格に感激したんです。ですからこういう感動する心は、これは青年時代の特徴ですね。ですからどうぞもうね、一つ若い時、皆さんの時代にはですね、驚かなくなったら自分はもう青年でなくなったんだと思ってください。でもいくつになっても驚く心を持っている限り我々はまだ若いですね。でそれは持ち続けなければならないんだと思いますね。それから壮年時代にね、僕たちが蓄えていなければならないのは、これは堅実な心です。私たちは夢を見る時もあります。青年時代はそうです。しかしやがて神様はね、私たちに目の前の仕事をきちっとお与えになります。そして私たちはそれをどうするかということがね、問われますよね。で僕も若い頃は夢を追いかけたですね。だから一人の宣教師か訓練を受けて、それでも夢を追いかけていました。さらに自分は勉強したい、まあ、留学もしたいというような気持ちを持っていましたね。そうやって僕は田舎の町へある宣教師のお手伝いに行った。だからそこは自分にとっては腰掛けだったんですよ。1年間だけその宣教師から学びたいっていうのはね、その宣教師は他の僕が学んだ宣教師たちは基本的にはみんなティーチャー、教師の人が多かったんですよ。ところがですね、もう一人の九州で伝道を始めたチャック・ニコラスという人は、この人は牧会者でした。アメリカですでにいくつかの教会を
開拓して作り上げた経験のある人だったので、で僕はふと思いました。僕に欠けているのはそういういわゆる牧会するという能力、どうやって、ね、人の心を捉えて一つの形あるものを作っていくんだろう、何かこの人から学べるかもしれないと思って行ったのね。それも、まあ、ずるいといえば1年間で習得しようと思った。ですから1年だけと僕は思ってそこ行ったんですけども、ね、その人何度も言ったようにもうあとはお前がやれって言ってですね、僕はまだ25歳でしたよね。もう自分の夢がなくなるような気持ちでした。ここに残ったら僕は一生ここにいるんじゃないかと思ったんですね。僕の、ね、不安は的中しましたね。その後50数年そこにいるわけですからね。そしてそこに来た時に夢がもうなくなりましたですね。その時僕は目の前にある義務ということが、ね、突き出されたんですね。でそれまで堅実さに欠けていたと思いますですね。平凡な人生が嫌でした。しかし神様が僕のために用意されたのは誠に地味な、そしてそういう地方伝道だったんですね。でもね、結局そこでコツコツとですね、まあ子供も生まれ、そして教会は本当に若者たちが数人来るような小さな集まりでありましたけれども、その頃のね平凡な日々というのが今はとても懐かしく思い出される。あの時間は自分にとってとても大事で、神様が自分自身を築き上げてくださっていた時だなということを思うんですね。でもちろん電話もなければ、この新聞もなければ、テレビもなければ、もちろん車もないですね。でそういう中で数人のこの子どもたちに聖書を教えて、そして夜になると英語塾で忙しくなりましたけども、静かな日々でしたね。でもその中でコツコツとまず子どもたちに聖書を教えること、それからまず自分の生活、結婚してですね、今まで宣教師の下で働いていて何も給料ってなかったわけです。でも子供がいたならばこれを育てないといけない。それで僕は英語塾を始めて、その子供たちにですね、いい加減な教え方をするなら子供たち来ません。ですから僕はよく準備して、彼らが少しでも英語を習得できるように堅実なこの生き方を神様は自分に迫りましたね。ですからそういうように平凡な生活ではありましたが、しかし堅実な一つの仕事を神様はさせてくださったように思いますね。ですからパウロは言いました。努めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ、手ずから働きなさい。そうすれば外部の人に対して品位を保ち、また誰の世話にもならずに生活ができるであろう。パウロという人はああいうような理想主義者でありながら、とても現実の生活においては実際的であったと思いますね。ですからどうぞ皆さんもですね、あるところに来たならば堅実な労働生活ですね、日々の生活はとても意味のあることだということをですね、覚えていただきたいというふうに思いますね。こうしてですね、堅実な労働をなんと僕は50年続けなければならなかったですね。でも伝道ってね、急に何かが起こるものではありませんでした。毎日少しずつですね。ですからヨシュアに神様は言われたように、あなたが踏んだところは、あなたの足で踏んだところはあなたのものとなるですね。読書も同じであって、急にですね、全部を理解することはできない。毎日少しずつですね、神様は一つの道を備えてくださったように思いますね。そしてやがて、老年期を迎えますよね。で、老年期には何が必要なのかということに対して、まあ、皆さんにあまり用はないですけど、やがてその時が来ますね。でヒルティーは言いました。老年時代は
あるがままの過去を肯定し、将来を達観し、今後の偉大な発展のために心を準備する穏やかな心が必要だと言っていますね。やがて新しいですね、復活の朝が来ます。それはどういうような時代であるか我々は分からないけれども、今よりはるかに優れた神の国というのがやってくる。でそこは何もしないところではなくて、何か優れた世界なんだと思いますよね。ですからその準備の時が、この地上の生活が全部終わって、やがて神様は自分にさらに優れた一つの世界、社会を準備してくださっているんだな、そういうふうにして自分の過去を達観します。あのこともこのことも神が教えてくださった、そしてこれからはさらに優れたものが待っているぞというような気持ちですね。で、私の息子はね、小学生の頃からね、ある人のある牧師さんの説教が好きでね、いつもイヤホンで聞きながらニコニコニコして笑いながら聞いて、何かその先生とてもユーモアのある話をしてるんだろうなと思うんですね。で、そうやってイヤホンで聞いてましたね。で、その先生はですね、佐賀で、ね、牧会なさっていた各牧師ですね、各さんという人だったんですけども、その人の説教が好きでしたね。まあ、その方はで、ある修行会で僕もお話を何度か聞いたことがあるんですけども、もうすでに80を過ぎて、私は今がんを患っています、もうそんなに長く時間ではありませんと言いながらね、もう実にユーモアに富んだ話をねなさる方だったんですよね。僕もあまり修行会には行かないんだけど、この各牧師が来る時だけは行ったんですね。なんとなく気持ちが楽にされるですね、まあ、そういうユーモアに富んだ人だったんですね。で、その説教の中で小内が、私の息子が聞いていた説教の中で、その格さんは言いました。私の辞書には大事とか大変という言葉はないと。言えますか？私の辞書には大変とか大事というものはない。多くの人は大変だ大変だと大騒ぎするけれども、人生には何も大変なことはないと言いましたね。まあ、そういうようなまあ大らかな人だったんですよね。その説教を聞くのが小内は好きだったのは、なぜかというと、僕はいつも大変だ大変だって言うからですね。もうお父さんはいつもピリピリしてると思ってたんでしょうね。ですから彼はこういう説教が好きだったんだと思いますね。で、ある時僕は自分の息子を厳しく叱りました、あることをやったので。で、僕は感情的になって叱ってるのを見て、息子は言いました。お父さん落ち着いてって言いました。世の中には大変なことってないんだって各牧師が言ってたよっていうですねで、まあだからそう興奮しなくてもいいんじゃないのとか息子に言われてね。で、僕もつい思わず笑ってしまったんですけれども、僕はやっぱり老年時代にもう少し達観する心っていうのがねあったらいいな、つまりこの世を超越する心っていうのは人生の最後にはあるんだろうな、あるいはなければならないんだろうなというふうに思いますね。まあ、そういうように、時代時代に自分の内側に築き上げていかなければならないものがあって、初めて我らはこの人生で何かを成し遂げることができるんだろうというふうに思いますね。じゃあですね、最終的に我らがそういうものを培いながら成し遂げるものとは何であるかということなんですけれども、イエス様は何とおっしゃったですか？あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上の栄光を表しました。と言い換えれば、イエス様が成し遂げられたのは自分の考えではありません、自分の仕事でもないですね、あるいは自分がやりたいと思ったことでもない。じゃあ何かというと、父が私に与えた仕事です。これが皆さんが成し遂げなければならないことなんですよ。皆さんにはね、天の父が皆さんの人生で成し遂げてほしいというものを持っておられて、それをお与えになっています。で、それを
やることが実は私たちの使命なんだろうと思いますね。ですからパウロの場合も彼が成し遂げようとしたのは何であったのかというと、神が私に与えた道のりを走った。その道のりも神が備えた道のりです。ですから皆さんは、ね、将来どっちへ行こうかな、何をしようかなと自分の道のりについて考えますが、道のりは神が与えた道のりを歩めばいいんですですね。必ず神はそれを持っているからこそ皆さんを地上に生まれさせたわけですから、道のりはあります。ですからその道のりを私たちは歩めばいいんだな。パウロは振り返って、私はあなたが与えてくださった道のりを走り通しましたと言いましたね。でタラントの例えもあれは自分のものじゃない、いただいたものをそれをもって一つの働きをしたわけですね。まあ、そういうわけでこういうことから分かるのは、私たちが成し遂げるものとは自分の夢ではありません、自分のやりたいことでもありません、自分が選んだ道でもありません。神から与えられた道、神から与えられた技ですね。じゃあどうやって、あ、これは神様から与えられたものだって分かるんでしょうね。それはですね、考えても分からないそうです、祈っても分からないそうです。だから時々ね、まあ、聖書の中に賜物があるので、でいくつかの賜物がある、でそうするとつい思いますよね、私の賜物は何だろうと思いますよね。で一生懸命考えます。でも皆さんね、自分に与えられた使命っていうのは考えてもわからない、祈ってもわからないですね。でじゃあね、どうやってわかるかっていうとね、自分の目の前に与えられた仕事を忠実にやっていくうちに初めてわかるそうです。それしか方法がない。だから言い換えればね、もうなすべきことは目の前に与えられてるんです。それを一つずつやっていけば、必ず、ああ振り返ると、あ、この道が与えられていったんだなということが分かりますね。つまり、そのありきたりの日常の小さなことこそが、我々が成し遂げるべく神から与えられていることなんだと思います。で、諸富義彦という人がいましてね、今は筑波大学の先生をなさってますけども、若い頃に彼は本当に人生で苦しんだですね。でそして生きる意味が分からなくて、精神的に病んでしまったんですね。でもその時にね、彼はある一つの本を通して、ああそうなんだと思って、目が開かれたということをですね、ある本の中で書いていますね。でそれはフランクルという人がある本の中で書いている言葉でした。でフランクルはこう言いました。人生はあなたに毎日なすべき課題を与え続けている。その課題にどう答えていくか、それがあなたの人生の意味なのだ。人生に起こってくる出来事で意味のないものなど一つもない。これを読んだ時に彼は解放された。言い換えれば、毎日、そういえばなすべき課題というのは与え続けられているんだ、それをやることが僕の人生の意味だと思った時に、彼は何をしたらいいのか、あれではないこれではないといろいろと、ね、考えている、その重りから解放されたというふうに言いました。で彼は思いました。そうなのだ、何をしようか、どこへ進もうか、なんとなどと考えなくていいんだ、なすべきことはいつも向こうからやってくると言いました。毎日それはやってくるじゃないか、それをやればいいんだ、それが私の成し遂げなければならないことなのだと彼は思いました。もしじゃあ悲しみが与えられたらどうするか、その悲しみをどう受け止めるかが
その時の私の仕事ではないかって言ったんですね。ですから自分のすべきことは何か、目標は何か、何か考えなくてもいい。ただ目の前に毎日やってくる一つ一つのことを忠実にやっていく、それに応えていく、でそれが実は成し遂げるべきことなのだというふうに彼は考えました。簡単だね。ですから何をしたらいいかっていうのは毎日向こうからやってくる。僕もだいたい朝ごとにこう考えるんですね。今日はと思った時に、ああ今日もまた向こうからやってくると思います。でそれを考えてやればいいんだなと言いますね。私の息子がね、毎日新聞の記者として働いてるんですけどね。である時外信部に、まあ、それはもう彼が希望していた部署だったんですけど、外信部に、この所属するようになってから、そして最初に派遣されたのは中国だったんですね。でそしたら自分としてはとてもね喜びだったんですけども、広い中国に行ってこれから何書けばいいんだと思ってね、すごく不安な気持ちになったと言いますね。どこからどうやって情報を手に入れるんだ、途方に暮れている様子でしたね。まあその前は政治部にいたんですね。政治部にいる時にはこれは担当の政治家がいるんですよ、国会議員がね。で駆け出しの頃はね、いつもね、首相の何ですか、何役って言うんだっけ、とにかく首相がどこにいますとかいうことを絶えず報告する、記事は書かないですね、何役って言うんだっけ、番記者っていうのね。だから首相の番をしてる、もう首相から目を離さない。で今バスに車に乗りましたとか、タクシーになってどこどこへ行きそうですの逐次報告する役ですよね。だから政治部の時にはやることはもう決まってたんですよ。ところが外信部に行ったら広い中国で何書くんだって言ってね、彼はとても途方に暮れたという感じだったんですね。そこで僕は言ったんですね、焦らないことだよって、何か特別な記事を書こうなんてそういう野心は持たないことだねって、神様はね、今日まで君をちゃんと導いてくれたじゃないか、日々の仕事はね自分で探さなくったって必ず向こうからやってくる、たとえ小さくてもそれを一つ一つ丁寧にやるんだよ、人生とはそれだけのことだよと言いました。誠実な報道をやり続けたりすればいつかそれが大きな意味を持つようになるんだというふうにね、生意気にも言ってあげたですね。でも確かに広い中国 でやったこともない仕事をやるっていうのは途方に暮れるだろうと思いますね。でも到着して間もなくメールが来ました。北京生活もやっと数日が経って落ち着いてきたところです。で僕の仕事、ね、子どもたちも中国に来てなんだか寂しいと言ってますとか書いてありましたね。で僕の仕事の方もなかなか勝手がつかめずさっぱりです、何書いていいかわからないとかいうようなことを言ってたんですね。ところがそれから数日後、中国に大地震が起こりました。中国の内陸部にね、名前は忘れましたけど、もう大変な地震ですね。彼はもうそこへすっ飛んでいかなきゃいけない、もちろん日本からも応援の記者もやってきたりしてね、それはもう高い4000メーター級の高山に登りながら記者を記事を書かないといけないですね。で地震が起こったってことを知った時に、で翌日の新聞を見たら彼の署名記事が一面にもうたくさん書いてありましたね。ですから彼は仕事がない、仕事がないってこう述べて、とてもそれは自信にあった人にはお気の毒だけど、でも仕事っていうのは必ず来るもんだなと思いましたね。そうして彼は、ね、800キロの道のりをジープで4000メートルを超える高山を越えながら現地に到着する様子がずっと書かれていましたね。途中彼は高山病にかかってですね、もう本当に苦しみながらの旅だったというようなことをですね書いていました。ですから何を書こうか勝手が分からず悩む息子にも、仕事は来るよと僕は言いましたが、やってきますね。同じようにね、僕たちの人生でなすべきことは小さくても必ずやってきます。それをやり続けていくと、それが次の仕事、
次のなすべきこと、次の道というふうにね、導いていかれるのかなと思いますね。伝道も同じです。50年間ほとんど動かないで、そこで日曜日になると説教していく、同じことの繰り返しですよね。で、特に出て行って大きな伝道をやろうとしたわけでもないけれども、神様は不思議にいろんな人を送ってくださる。で、特にこの3年、少しね、コロナで全く伝道集会もできない、家庭集会もできない、教会から出ることができない、何の活動もしませんでしたよ。日曜学校のピクニックもないですね。これで一体どうなるんだろうと思いましたけど、しかもそのうちの6ヶ月間は教会を閉鎖しました。ですから、ただ僕はマイクに向かってお話ししたのを YouTube に上げて、果たして聞いている人がいるのかどうかもわからないのに、全部神様にお任せしなければならなかったですね。でもそれから長い3ヶ月が終わった後に、みんな戻ってくれるかなと思っていたけども、ほぼ全部の人が戻ってきました。そうしてみんな再会をもう本当に喜んでね、で、教会の中では交わりできないけれども、外でならいいということで、もう外はみんな寒いところでも、まあ、あの時は夏だったね、暑いところで外でみんな交わりをマスクをしながら、換気がね、外だといいので交わりをしてましたね。ああ、神様って3ヶ月間何にもやらなかったけれど、神様は働いていらしたんだなと思いました。僕のやったことは誰もいないところでマイクに向かって何かお話をしたこと、それでも神様は働いているんだなと思いましたね。それだけではない、3年間伝道集会しなかったので礼拝に新しい人が何人もやってきました。これもとっても不思議なことですね。それからもう一つ加えると、献金額が増えたそれはとても不思議なことですね。だから、なんでみんなはね、教会は何もしないのに、ただマイクを通して説教を聞くだけなのに、どうしてこんなに神様に対して、ね、忠実の心があるんだろうということはもう不思議でならなかったですね。で、言ってみます、ね、何でも言いまして、うちの教会は献金袋回さないんです。だから当然彼らは自分で、多分僕たち2階に暮らしているが、知らない時に教会にやってきて献金を入れていかれたんだと思いますね。まあ、あんまりこんな話録音されてよくないんだけど、ただ不思議なことはですね、自分は小さいけれどもできることをやっていると、神様が働いておいでになるというのを今回のコロナでもたくさん経験しましたね。ですから、ある意味で自分の50年の生活を振り返、伝道生活を振り返っても、これは全部単調といえば単調な働きであったと思います。でもなすべきことは毎日向こうからやってきました。私はそれを一つ一つやるだけでしたね。で、羊飼いであるイエス様が一歩一歩導いてくださったんだと思います。ですから、賛美歌作者のニューマンはこんな歌を賛美歌で作りました。行く末遠く見るを願わし、主よ我が夜明け足を守りて、一足また一足道をば示したまえと言いました。何もね、遠くまで全部照らしていただかなくて結構です。目の前だけ照らしてください、私の一歩だけを照らしてくださいと言ったんですね。私はそれを歩んでいきますと言いました。一足一足道を守ってください。こうして彼の人生は最後へと到達していくんだと思いますね。ですから、なすべきことは必ず向こうからやってきますですね。そしてですね、僕の人生から振り返ると、なすべきことは自分の夢や願望でなかっただけでなく、ちょっと嫌なかもしれないけれど、ほぼなすべきことは自分の好まないことであったことが多いです。それもあるよ、好まなかったこと、やりたかったことではなくて、したくなかったことが
なすべきことである場合もあります。イエス様でさえそうだったでしょ。自分に与えられた使命を躊躇なさった時がありましたよ。彼は祈って言われました。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと言われたんです。ですから時には我々の願うことではなくてですね、好むことではなくて、ね、そのことを神様が私たちにさせられることがあるんだと思います。モーセの場合もそうだったでしょうですね。イスラエルの民を解放するために立てエジプトへ行けと言われると、彼は尻込みしましたね。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。私は口が重く舌が重いのです。すると神様は強制この場合はねなさったですよ。誰が口を与えたのか、この私主ではないか、ね、それでもねモーセはためらって言いました。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください、ね、でだけど神様は何とモーセを用いられたかということを思いますね。ですから時には神様は私たちを強いてことをなさせられることもありますですね。で、まあ、そういう意味で、この私のもう77歳になりましたけれども、この人生は振り返るとこれは自分が選んだ人生ではなかったなと思います。これはやっぱり神様が与えてくださった人生であったというふうに思います。しかし神はね、必ずしも自分はこういう人生を歩むことが何か得意なことをではなかった、苦手なことがたくさんありました。それでも神様はその技を成し遂げて今日まで導いてくださったように思いますので、皆さんもぜひですね、自分の人生は必ず何かが成し遂げられていく、それは神様が皆さんに与えたことを神様は必ず成し遂げますの で、その道は今かん、ね、言ったように毎日向こうからやってくることに皆さん一つ一つ丁寧にやっていきさえするならば、必ず皆さんは振り返った時に、ああ神は私の人生でこういうことをしようとなさっていたんだということが分かるに違いないというふうに思います。以上で終わりたいと思いますが、何時まででしたっけ。10時10分まで、あと5分。あと5分ね、あと5分。なんだか僕たちの出会いのことを話してほしいっていうことは5分で話せないね。はい、質問。あの先生が言われてたあの堅実な労働、はい、あの一般の方も堅実にしてる人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、このクリスチャンとしての堅実な労働っていうものってどういうものかってもう少し一つちょっと聞きたいなっていうことが あったのと、あと この世を超越するようなあの考え方というか見え方が老年期で、ね、あるっていうところでおっしゃられてたようにちょっと僕はちょっとそれで聞いたんですけど、聞こえたんですけど、なんかこの世を超越する、超越した、はい、その老年期に与えられるっていうところで、なんかこう今ちょうど天にある報いのことをすごく朝黙想していて、その世の報いではなくて天の報い、なんかその辺をこう老年期に見えるっていうものっていうのをちょっと先生のところもうちょっと聞きたいなと。はいはい、まあ、あの最初の質問で、堅実な労働っていうのはこれは世の中でも言われることよね。だからそれは正しいと思います。それはですからクリスチャンであろうがなかろうが、あの堅実な労働というのは僕は一般化して当然神様は全人類に対して自分の御心を行おうとなさっているわけですから、で、クリスチャンでない人たちも本当はやっぱり堅実な労働というのがとても大切なことなんだというふうに教えられるとするならば、それは僕は何もクリスチャンだけに特有のことではなくて、
神様が全人類に求めておられることだ。なぜかならば、自然界を見たらば、自然はみんな一歩一歩です。突然に何か花が咲いたり実ったりはしない。ですから少しでも養いに、自分の養いになるような過程を得ようと思うならば、これは全部、ね、一粒の麦から徐々に徐々に広がっていって、一つの労働によるのでない限り、我らを養うものは何一つ得られない。これはもう農業をやっている人たちはもうよく知っています。だからね、農業をやっている人たちは深いんですよ、ついね、株とかいろんなもので、そういう一挙に、自分の経済を改善させようというのはみんな危なっかしいことなんですよ。ところが農業は絶対にそんなことできない。自然は我々を楽にはさせてくれない。常に忠実なる。少しでも手を抜くならば作物は衰えてしまう。だからそれを農業者はよく知っていますね。だから彼らはね、騙されないんです。だからそういう我々クリスチャンも騙されない目をちゃんと持っておくために、パウロはやっぱり堅実な労働を我々に与えたんだなと思いますね。で、伝道も一緒ですよ。まあこういうこと言ったらよくないけども、伝道もね、あやめましょうかそれは確かにね、リバイバル型の伝道もあります。でも確かに神様はそういうことをなさることがある。でもみんなをそれになびかせても、田舎で僕伝道してるでしょ、そうするとね、伝道は必ずしも父として進まないんですよ。そうすると田舎の教会はみんな小さい、小さいからどうしたら大きくできるかと思って、どこかで大きな働きがあるというリバイバルを聞くと、そこへ行って学ぼうとする。でそこへ行くと、だんだんいろんなことが起こっているのを見て、あ、うまく神様働いてるんだなっていう気持ちになる。帰ってきたらもうないのそこにいるのはいつも見られた、あの誠実な信徒の方がいるだけです。でついそこ、伝道というのはね、僕はこれは丁寧に一つ一つやっていくことだなっていうことを、もう田舎で伝道しているとね、やっぱり思わずにいられなかったですね。わかりますかそれ、はい、そんなこと言うとね、リバイバル型の先生方もいらっしゃるので、だからそれはでも田舎では必ずしも僕の場合には参考にはならなかった。結局は目の前でいるのは学生がいるだけですね。そこに来る日常の労働で励んでいる主婦たちがいるだけ。その人たちにどうしたら僕は御言葉を持って一日一日この励ましをいただいて、その人たちが行かれるかということに全力を尽くせるようかなかったの。でもそれがいつしか何年か経っていくうちに、素晴らしい一つの大きな変化を神様が与えてくださるのを見ることができましたね。それが僕はパウロの伝道だったというふうに思いますね。はい、でね、はい、どうぞ。自分のしたいことって後でできるようになるんでしょうか。自分のしたいことが後でできるようになるか、具体的にはどういう意味ですか。例えば神様が与えたことを忠実にやっていると、いつしか自分のしたいこともしたいこと、例えば何だろう、例えば先生だったらこの英語を学び、昔英語を学びたかったという、つまり僕がなんかこの語学の勉強、もっとこの専門的な学校行って語学の勉強をしたいという思いが今あるんですよね。で、
もうイエス様は今本当に聖書学院でちゃんと最後まで学びなさいっていうことを言わあのイエス様が言ったので、あのこの学院をちょっと最後まで卒業して、まずイエス様に何だろう、イエス様のに従ったら、うんうん、そういうこの語学の道も開かれるのかなって、うん、ああそうね、ああまあ、あの何て言いましょうか、あのそういうような 語学の学びとかそういう願いがあることは、あ、まあ、こう言いましょう、あのそれは悪いことじゃないの で、そうですね、はい、どういうふうに説明すればいいかな、あのまあ、あの僕もある意味で、ね、あの田舎で伝道している、でそういった中で目の前の、ね、なすべきことがある、伝道にしても家庭での仕事にしても、それを一つ一つやっていくと同時に、あの僕の心の中にね、学びに対する欲求っていうのが起こる。それは直接あの伝道と無関係だったけれども、あの僕の中にあのまあどう言えばいいでしょう、それはもちろん神様と関係することなんだけど、もっと深いものに対するこの学びの欲求があるんですよね。そうすると僕はもう図書館によく行きました。そして本を読む。でも読むのは必ずしもあの説教のためとは関係なく、自分の心の渇きのためにたくさん本を読んだんですよ。だからもしね、自分でしなくちゃいけない義務があるけれども、なんか語学に対する欲求があるなら、それはそれで、それも地道にやらなければとても得られないことだからいいんじゃないですか、うん、でそれを欲求はひょっとしたら神様が与えた欲求だと考えられてもいいと思います。いい？だから矛盾はしないと思います、ね、ただ漠然と夢を見て外国行きたいなとか、あそこ行きたいなというようなのはあまりにもなんて地に足がついていないけれども、語学を学ぶっていうのはこう地に足つけなきゃとても得られないことだから、だからそれはコツコツとやられていいと思います。やります。いいですか、はい、はい、じゃあもうベルが鳴ったのね、はい、じゃあ終わりたいと思います。